私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。キング&プリンス解散前にあのコンビニで金と涙の思い出作りをするファン？セブンイレブンで泣いている女子を見たら優しい気持ちで見守りたい。都内のセブンイレブンからはキンプリが表紙になっているクリスマスケーキのカタログやチラシが軒並み空っぽになっているようです。その理由は無料でもらえるカタログやチラシですが、メルカリやラクマといったフリマサービスに出品すれば売れるから。5人が一緒に写っているセブンイレブンのクリスマスケーキのカタログやチラシはこれが最後ですからね。5冊で送料込み300円なら即売れするようで、特にカタログの裏表紙に見せ印のないものが人気のようです。また店舗によってはキンプリのポスターと一緒に写真を撮るティアラや、そうした写真を撮りながら、これが5人で最後のクリスマス、セブンに来たると涙が出る、入り口の上に貼ってある5人のポスターを見るたび泣いてしまう、などと嘆く声も上がっています。今年で4年目になるセブンイレブンにおける、キング・リンチェ・プリンスクリスマスキャンペーン。10月28日からはメンバー5人によるテレビ CM、カムカムクリスマス7アレバンヒケイクルーキング、リンチェ・プリンス、オンエアがスタートしたと。しかしその1週間後の11月4日には、平野紫耀、岸優太、神宮寺優太の3人が来年5月に脱退することが電撃発表。平野と神宮寺はグループ脱退と同時に、岸は来年秋にジャニーズ事務所から退所することも同時に発表され、ティアラと呼ばれるキンプリファンは奈落の底に突き落とされた。この衝撃的すぎる発表を受けて、ティアラたちは11月9日リリースのイレブンスシングル、月読み、彩りやデビューシングル、シンデレラガールのそれぞれ売上枚数100万枚突破を目指して貢献するというけなげな行動に出ている。222。同じ日に多くのホットニュースが思い出されます。具体的には、ジャニー氏が愛した小塚で、誤悪的な瞳のスペ置きのジュリー政権での行方、情緒不安定で対処説も、安泰なのは松潤、不安視されるのは、ジャニー氏との絆が強すぎた堂本剛と若手スペ置きの行方、ジャニー氏に、天才と言わしめた剛くんのカリスマ性は、もちろん堂本光一、君43の舞台における知識やプロデュース力は今後のジャニーズにとって欠かせないものになるはず。ただ、剛くんとジャニー氏の結びつきはあまりに強すぎました。ジャニー氏が亡くなった後、郷はずっと不安定で、ラジオで突然泣き出したこともあります。マスコミの間でも、剛くんの対処説がこれまで何度も出ては消え、を繰り返しています。前で女性誌編集者。一方、若手はどうなのだろうか。なにわ男子の道へ春雄は何の心配もいらないでしょう。ジャニーさんが見出して、ジュリーさんが育てた照準ラインに乗っているタレントですから。一方でシクストーンズへの森本慎太郎は、ジャニーさんの目に留まって、オーディションなしで入所した逸材です。ただ、ジュリーさんとの関係は希薄。今後、どう関係構築していくかが鍵になるでしょうね。セクシーゾーンへの佐藤勝利は良くも悪くもあまり変わらないんじゃないか。もともとセクゾはジャニー氏肝入りのグループでしたが、メンバーの休養やグループ分裂などが重なり、事務所内のプライオリティがどんどん落ちていきました。ただ、その中でメンバーが個々の活躍を見せている。佐藤勝利もその一人です。事務所内であまりされていないからこそ、上層部のパワーバランスの変化にも大きな影響を受けづらい。次々に欠けていくジャニーズたち。未だ残るタレントに、ジャニーズの未来が託されている。ジュリー政権で安泰なのは、疑問符？中でも安泰なのは、松本潤、39、だろう。ジャニー氏のお眼鏡に適って入所したが、スターに育てあげたのはジュリー氏だ。来年は NHK 大河ドラマ、どうする家康で主演を務めることからもわかるように、事務所内でも多大な期待を背負っている。彼の履歴書を見たジャニー氏が言う、今、六本木でレッスンしているから来ちゃいなよ、と直接電話したほど惚れ込んだ逸材。
俳優としてのキャリアも順調に積み、今後は舞台やコンサート演出といった方面でも活躍することを期待されています。今後は KinKiKids の2人や松潤がジュリー社長をサポートし、ジャニーズらしさを下の世代に伝える役割を果たしていくのではないでしょうか。関ジャニ∞の横山宏41もジャニー氏が見出し、ジュリー氏が育てたタレントだ。横山はジャニーズのオーディションに金髪で現れたと聞いています。審査員を務めていた滝沢は落とそうとしましたが、ジャニーさんが合格にしたと。中学卒業後に建設会社に就職するなど異色の経歴を持つが、それを含めて、ジャニー氏は横山を気に入り応援していたそうです。何しろ、ジャニーさんのあまりにも有名な、ユーという呼び方から、ユーという芸名を名付けられたくらいです。横山は、ジャニーさんに、ジャニーちゃん、と呼びかけることもあったそうですが、ジャニーさんは、そういう横山の態度も喜んでいた。ジュリーさんとの関係も良好ですよ。ここ数年、ジュリーさんは関西ジャニーズの育成に心血を注いできました。関西ジャニーズのトップには自身の右腕である A 氏を置いていますし、関西系との距離は相当近い。横山自身もジュリー氏肝入りの JR 内ユニット AA グループのプロデュースを任されていますし、今後は次世代教育の根幹づくりを担っていくことになるでしょう。前で芸能記者。礼儀正しくて愛されているジュリー氏と良好なのは、野球少年だったキャットタンへの亀梨和也、36、も野球好きのジャニー氏とは距離が近かった。シニアリーグ出身で小学6年生の時に軟式野球の世界大会に出場した亀梨はまさにジャニーズムの原点のような存在。ジャニー氏に電話で呼び出されて、うなぎを振る舞われたこともある。一方で体育会系ならではの礼儀正しさから、メリー氏やジュリー氏からの信頼も厚い。山下智久とジュリーさんの橋渡しをしたこともあるくらいですから。もともと山下は元スマップへのマネージャー飯島美智さんが担当していたので、彼女が退社した後は孤立無援状態。そこで亀梨が人肌脱いで、ジュリーさんに繋いだんです。結局山下は退所しましたが、しかしながら、業界関係者が最も不安視しているのが長いキャリアを誇る KinKiKids だ。実際会うと驚くほど小さいスペ置きの共通点。KinKiKids の堂本剛、43、元 V6 の内田純一、42、滝沢秀明、平野紫耀と、ジャニー氏が惚れ込んだタレントらは、会ってみると驚くほど小さい。スマートだからということもあるでしょうが、公表されている身長よりもずっと小柄な印象を受けます。それに整った顔立ちに大きく怖くてきな瞳。ジャニーさんの美意識には一貫したものがあるなとつくづく感じます。ただ若手のスペ置きは、シクストーンズの森本慎太郎、25、なにわ男子の道江俊雄、20、など JR 時代からぐっと背が伸びている。かつて川崎麻世、59、や元スマップ森且行、48、ももともとはジャニーさんのスペ置きでしたが、成長して身長が伸びて距離ができてきたね、なんて話す記者もいました。また、小塚でもワイルド系は違うようで、V6 結成時に三宅健、43、の推薦にもかかわらず、森田剛、43、のメンバー入りを拒んだこともありました。スペ置きは皆、小塚で中性的な王子様というルックスを持ちながら、見た目をいい意味で裏切る個性も持っている。テレビ局関係者が解説する。ユー、天才だよ、と褒めちぎっていた堂本剛くん、43、は関西弁で笑いを取れるやんちゃさや独特の歌唱力が魅力的です。岡田くんも中身が男っぽくて幼い頃から生意気でね。テレビ局の年上スタッフにもこびることはありませんでしたし、V6 の年長3人をよくいじっては怒られていました、翔。滝沢くんも真面目そうに見えて夜の街での遊び方がうまかった。赤西仁、38、や錦戸亮、38、が赤西軍団がイケイケの頃から仲が良かったくらいですから。
ジャニー氏は逸材を発掘はしても教育はしてこなかった。ジャニー氏に見初められたタレントたちは多くの活躍の場を与えられた。しかし、前出の芸能記者によると、ジャニー氏は逸材を発掘はしても教育はしてこなかったのだという。ジャニーさんはスペオキに対し自宅の鍵を渡すなど親密な関係を築いていたと聞いています。しかしジャニーさんが積極的に関わるのは逸材を見つけ、グループを結成し、名前をつけるところまで。その後のボイストレーニングやダンスの教育は外部の優秀な人材に託すんです。バラエティ番組で活躍したスマプオも、教育は萩本欽一やフジテレビに全て任せられていた。ジャニーさんは最高の教育環境や経験を与えはするが、そこから先どう能力を磨いていくか、個性を伸ばしていくかはタレント次第。だからこそ、ジャニーズがジャニーズらしさを担保しつつ、個性的なタレントを擁することができるようになったわけです。ジャニー氏が独特の美意識で選び抜いたタレントを枠にはめずに伸び伸び育てる。スペオキとまでは言われずとも、グループのセンター的な役割を担ってきたタレントは、そうしたジャニー氏の薫陶を受けている。それが芸能界にあって唯一無二のジャニーズブランドを築いてきた理由なのだろう。そんなタレントたちは、今後のジュリー政権でいかに生きていくことになるのだろうか。あまりにそうすぎる劇的な世代交代。まさかの退社劇だった。ジャニーズ事務所の副社長で、系列会社ジャニーズアイランド社長を務めていた滝沢秀明氏、40、の退社が発表されたのは10月31日のこと。さらに、11月4日には、ジャニーズ屈指の人気グループ、キング&プリンス、から平野紫耀、25、と岸優太、27、と神宮寺勇太、25、の3人のメンバーが来年5月に脱退することが、ファンクラブ向けの動画で明かされた。ジャニーズ内部で今、何が起こっているのか。劇的な世代交代はいつか起きるとは思っていましたが、あまりにそうすぎる。とある音楽関係者も驚きを隠せないようだ。今ジャニーズで起きているのはジャニーさんの遺産の一掃。もちろんジュリーさんが社長を継いだ時点で新陳代謝は起こさなければいけませんでしたが、ここまであからさまにことが早く動くとは。当初、ジュリーさんと滝沢くんはうまくいっているという話だったんですよ。打ち合わせに2人揃って見えたこともありますから。ですが滝沢くんをはじめ、ジャニーさんの気配がするタレントや社員はどんどん端に追いやられていった。そして今回の退社劇です。往年のジャニーズは消滅してしまうのかもしれない。ジャニーズの本流は〇〇な美少年。ジャニーズ事務所の起こりは1962年。ジャニー氏が少年たちの野球チームの中からメンバーを厳選したアイドルグループ、ジャニーズ。をデビューさせたことが始まりだ。その後、フォーリーブスなどのグループを中心に数々のトップアイドルを輩出し、数よでジャニーズ帝国を築き上げました。かねてから言われていることですが、ジャニーさんの逸材を見出す力は天性のもの。それぞれが個性的ながら、不思議と似通ったジャニーズらしさを持ち合わせているんです。ジャニーさんが最初に惚れ込んだと言われるのが郷ひろみ、67、です。山口百恵主演の映画、潮騒の帰りに、彼を見初めたジャニーさんが声をかけた。郷は中性的な外見に、屈託のない明るさ、鼻にかかった独特の声を持っていました。少女漫画に出てくる王子様のようなルックスでありながら、アイドルの枠を超える個性があった。その後、ジャニーさんが寵愛したタレントらに共通する魅力がありますよね。この芸能記者は、ジャニーズの本流はやはり小柄な美少年です、と続ける。滝沢秀明、40、の退社、そして、キング&ピンス、メンバー3名の脱退。ジャニー北川氏、享年87、が見出したアイドルたちの退場が続くが、これまでのジャニーズらしさは果たして継承され得るのだろうか。そもそも、期待のアイドル帝国ジャニーズとは一体何なのか。
その根幹にあるジャニーイズムを解き明かしつつ、ジャニー氏の寵愛を受けたタレントたちの今後を占ってみたい、と多くの声が上がっていた。ジャニー氏は画面に映った時のバランスも想像できていたのかなと、今の社長お気に入り？と言われる人たちに共通するところは、なんかよくわからないのだけど薄い感じがする、縦に薄いみたいなところ。よく言えば発酵な感じ、でも持ち味が暗めだとあかんのでは。だってそこは演技の幅のところだから、そこが地だと深めようがなくなる。滝沢氏、平野氏、岡田氏、堂本剛氏などなどは感性が晴れてるっていうか、どんな天気も演出できるってこと。アーティストってそういう天性が必要では？もともとのウェットさは水っぽさがあって、実は色がつけにくいってことなんだろうけれど、簡単に暗さは出せるから芸能人らしさは出せる、そういう感じの人が今の社長さんは好きなんだね。テレビ局というプロ集団の本気な路線とはちょっと違ったチョイスなのかもしれないな。松潤っていうより嵐全体じゃないの、ジュリーさん肝入りは。休止後もそれぞれがまんべんなく活躍してるし、そうじゃなかったら休止という形じゃなく誰かが退場し解散という形になっているかもしれない。でもこんなジャニーズになって大野さんはもう帰ってこないかもしれない。松潤は休止会見の時、大野さんの気持ちはわかるので驚かなかったと一人だけ言ってた。解散もいつかあることと前から思っていたとも。冷静でジャニーさんべったりの人ではなかったんだろうし、思うほどジャニーズへのこだわりもないのかも。見てる側からすると、誰よりも何よりも安泰で全く心配いらないのはキムタクに思えるけど、ジャニーさんの気配がするタレントや社員はどんどん端に追いやられていたとは、経営者の感情が何よりも優先される体質なんですね。追いやられてしまう人間は、たまったものではないです。精神的に追い詰められてしまう。絶望と羨望、嫉妬などの負の感情が渦巻く福間殿の様相を呈していく。心ある人たちは皆逃げていきます。そして今回の急な退社劇となったと推察されているのですね。FC の会員数もダントツで、幅広い世代からも支持され続けていたキング&プリンスへの仕様さんたちも例外なくだったとは、ジャニーさんは亡くなっても無念できっと泣いていると思います。今の時代捨て置きだけでは通用しないのでは、露出は増えますが、他の事務所も力づけてきてる。韓国も人気です。若いファンを奪い合っている。ジャニーズブランドでどこまで頑張れるか。実力あり、ファンを大切に一般層も取り込み、売れるべき人が売れてほしい。滝沢さんが社長で、山下さんやキンプリの平野さん筆頭で、そして若い人材を育成して業界に売り込めば今のジャニーズに匹敵する要素があると思う。しがらみがあるから無理なのはわかるが、ファンのためにも滝沢さんがジャニーさんから受け継いだノウハウでぜひ頑張ってほしい。応援する人間はたくさんいると思います。なんかもう本当どっかの家具屋さんみたいな感じですよね。親子で何やってんだと最近心底残念に思う。キンプリを見ていると、崩壊しかけてたジャニーズを立て直して維持して、しかももっと広い時代にあった活躍の場を広げてくれるだろうと期待してたし、それくらいの能力がある人々が集まっていると思っていた。そんな人らをマネジメントできないなんてもう終わってると思う。私は物心ついた時から、それこそ下敷きとかで回っている頃からずっと J が好きで、自分の子供たちがもし歌や踊りが好きで J よりの顔立ちだったら J に入って頑張ってくれないかなからなんて思っていたけど、今は絶対嫌だ。才能を潰すなんてマネジメント会社が一番やったらダメなことだよ。スペを切ってスペシャル、お気に入りの略なんですかね。話の流れが流れなので隠語なのかと思いました。ジャニー氏の性癖の話は昔からいろいろ言われていますが、近年代の被害に遭っていないタレントの風評被害につながるので、取り上げるときは本人が告白している人に限定してほしいと思います。
ジャニーズ事務所内のユニットの解散や活動休止が続くといういわば新陳代謝が進むということは、それだけまだメジャーデビューしていないジャニーズ JR がデビューしやすくなるということにもなる。案外ジャニーズ JR の中にはジュリーさんに感謝する人も多いかもしれない。大なり今ジャニーズで起きているのはジャニーさんの遺産の一掃。ジャニーさんとジュリーさんの間に確執などがなく、見で出したグループが人気を集めているのなら、その遺産は大切に引き継いで育てればいいだけだと思うけど、何で一掃しなきゃいけないのかよくわからない。それよりはジャニーさんの疑惑を一掃した方がいいような。事実なら問題だし、事実無根なら個人の名誉に関わるし、あなたはどうですか？この問題についてどう思いますか？キング・リンチェ・プリンス、私にとって素晴らしいですデプス。長文読んでくれてありがとうございました。それではまたお会いできますように。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。